日はダイアンテフェスタ半蔵にご来場くださいましてありがとうございます。まもなく10時30分から明治大学鉄道研究会の皆様によるダイアン展を行います。1本の砂型線路の上を最大10本の列車が同時に運転をいたします。1997年のダイヤ、10時30分、11時と2回続けて行いますが、10時30分は停車駅が平日ベースのものになっておりますので、武蔵野線直通の車両は葛西臨海公園を通過いたします。大変長らくお待たせいたしました。これより10時30分の回、明治大学鉄道研究会によるダイヤ運転を行います。本日はご来場いただきましてありがとうございます。こちらのダイヤ運転フェスタファンゾーンは、私たち RSC が、線路の設備管理を行いまして、その上で動かす列車の管理、ダイヤグラムの作成等を第二市鉄道模型事業者様として明治大学鉄道研究会様にお願いしております。今回は10時30分の回、1997年頃を再現するダイヤを実演いたします。模型の世界で使う時刻についてご案内をいたします。正面のスクリーンにご注目ください。こちらに表示されている模型時刻を使って運転を進めてまいります。模型の時刻は、私たちが普段使っている現実時刻の分と秒を時と分に置き換えたもので、ただいま現実世界の時刻は10時31分7秒8秒9秒と進んでおりますので、これを模型の時刻に置き換えますと午前1時15分16分17分と進んでおります。始発列車は5時ちょうどに発車をいたします。始発列車の運転開始まで少々お時間がございますので、ブースの配置についてご案内をさせていただきます。スクリーンを正面に見まして、左手側、京葉線の起点、東京駅がこちらにございます。東京駅から始まった京葉線の線路は、地上に上がりまして、その先、新木場駅が続きます。新木場駅の先、カーブを曲がって、葛西臨海公園駅がございます。葛西臨海公園駅、追い越しができる構造にはなっておりますが、まだ今回のダイヤは追い抜きの、設定はございません。停車列車は内側に入りますが、外側をそこから追い抜いていくということはございません。橋を渡りまして、千葉県に入ります。舞浜駅がございます。舞浜駅、現在は、15両分のホームがありますが、この頃はまだホームが近いというか、10両分しかないので、ホームが、昨日ご覧いただいた方はもうちょっと長かったんですけれども短くなっております。この先、高野線と本線に分かれます。高野線は西船橋方面へつながっており、京葉線の本線はそのまま新習志野方面へと続きます。デルタ線の先、新習志野駅に本日使用される車両が並んでおります。新習志野駅の先に、京葉車両センター、当時はまだ京葉電車区という名前でした。京葉電車区が続いております。京葉電車区の先、幕張豊砂駅もまだ全然ございませんね。その先、海浜幕張駅が続いております。海浜幕張駅、2面4線の構造にはなっておりますが、この時代まだ内側の2線はなかった頃ですので、内側の2線は使用いたしません。折り返しも追い越しもできないダイヤになっております。その先、千葉方面からの外房線の線路と合流しまして、京葉線の終点蘇我駅が続いております。京葉線の線路はここまでですが、蘇我駅の先、特急列車は内房線、外房線まで直通をいたします。この1本につながった線路の上を、今回のダイヤでは最大10本の列車が同時に運転をいたします。模型の世界は午前3時30分を回りました。始発列車まで、模型の世界では1時間半を切りました。現実時刻では1分30秒を切りました。各駅からの始発列車、ご案内をいたします。東京駅、京葉双番ホームに停車中の列車は各駅停車の蘇我駅です。この列車、後から参ります特急の通過待ちはございません。終点蘇我まで一番先に到着をいたします。また蘇我駅と新習志野駅からも5時ちょうどになりますと列車の運転が開始されます。大変長らくお待たせをいたしました。模型の世界は午前4時30分になります。まもなく東京駅と蘇我駅からは始発列車が運転開始いたします。
お待たせいたしました。京葉地下2番線から各駅停車の蘇我駅、まもなく発車をいたします。本日2番線からの始発列車、205系の、メルヘン顔と呼ばれる京葉線ならではの車両で運転を行います。第4テンペスタ半蔵にご来場くださいましてありがとうございます。ただいま10時30分の回、明治大学鉄道研究会様による1997年頃のダイヤで運転を行います。ただいま始発の列車が東京駅、新習志野駅、蘇我駅から発車をしております。まもなく蘇我駅にはおはよう若潮2号が、2番線に到着をいたします。今回のダイヤでは、特急列車が、多数運転されます。まだこの頃は東京湾アクアラインが開通したばかり、ETC の割引どころか ETC がなかった時代ですので、まだまだ房総方面のアクセスには特急列車がたくさん走っておりました。海浜幕張駅を機に停車する特急列車もございません。全ての列車、蘇我から東京までのストップで運転をいたします。新習志野駅4番線ご注意ください。特急列車が通過をいたします。今度蘇我駅2番線に参りまして、列車は通勤快速、上総一宮と鳴門から延期してやってまいりました。通勤快速の列車がやってまいります。蘇我駅7時5分の発車です。2番線でお待ちください。おはよう橋尾2号、ご利用くださいましてありがとうございました。次は終点の東京に到着をいたします。到着ホームは1番線、お出口は左側となります。ただいま橋を渡りまして東京都に入ってきたところです。今回の実演に使用するダイアグラムは、後ろのホワイトボードにも掲示をしておりますが、今回の、明治大学鉄道研究会様のダイヤが、最も特急の本数が多いダイヤとなっております。東京駅京葉地下1番線ご注意ください。おはよう橋尾2号の当駅の前の列車が到着です。折り返し車内の清掃を行いまして8時30分発、特急さざ波1号の列車となります。失礼いたしました。特急ビューさざ波1号の列車となります。8時30分すぐの折り返しとなります。模型の世界は朝の8時を迎えました。朝の通勤通学のラッシュの時間帯を迎え、蘇我方面から本数、たくさんの列車が続々と運転を開始しております。蘇我駅2番線から発車をいたします列車はさざ波2号の列車です。まだ E257 系は登場しておりません。昔の旧国鉄型の183系、189系が使われていた頃のダイヤでございます。海浜幕張駅4番線ご注意ください。特急列車が通過いたします。午前9時を迎えました。現在始発から全ての列車がダイヤ通り運転をしております。本日は平日ダイヤをベースにしておりますので、武蔵野線直通のオレンジ色の車両は開催臨海公園を通過いたします。この後11時の回では、土休日ベースとなりますので、武蔵野線直通の列車は開催臨海公園に停車をいたします。新木場駅に到着しました電車府中本町行きです。
次は葛西臨海公園を通過しまして舞浜に止まります。中古町行きご乗車ありがとうございました。まもなく舞浜に到着です。あ、そっか、太陽の格好とか思った。東京ディズニーランドご利用のお客様、当駅が下車駅となります。また帰りの券売機は大変混雑することが予想されます。お帰りの切符あらかじめお買い求めいただくか、切符の購入が不要なイオカードのご購入もご検討ください。東京駅京葉地下1番ホーム、ご乗車お疲れ様でした。さざ波2号が到着です。折り返し11時ちょうど発若潮3号の列車として運転をいたします。97年頃のダイヤですので、現在走っている車両は、255系ぐらいでしょうか。それも定期運用は引き続き今日までとなりますが、255系の他は現在走っている車両はおそらくもういないと思われます。舞浜駅2番線ご注意ください。特急列車が通過をいたします。特急若潮4号を失礼いたしました。特急ビュー若潮4号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点東京に到着をいたします。ただいま葛西臨海公園付近を走行しております。こちらのビュー若潮ビュー外波に使われている255系も本日をもって実物からも定期列車の運用は終わりという発表がされております。その255系以外は全ての車両がもうすでに引退済みですので、この模型の中でしか見ることはできません。お客様にご案内いたします。ただいま、市川塩浜付近におきまして、車両の点検を行っている影響で一部の下り列車に遅れが発生いたします。特急さざ波1号の車両ですが、少し古い車両を使っておりますので、車両の不具合が発生してしまった模様です。ただいま運転を再開しております。順次下り線運転を再開してまいります。列車15分発車、葛西臨海公園通過。特急若潮3号をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく蘇我駅に到着をいたします。到着ホーム5番線お出口は左側です。この列車、この先、内房線に、失礼いたしました、外房線に直通する若潮号の列車です。お乗り間違いにはご注意ください。若潮3号が発車した反対側のホームには、千葉方面から、まだ113系の車両ですね、スカ色の放送関東の走っていた車両が入ってまいりました。蘇我駅4番線折り返し各駅停車の東京行きが到着をいたします。折り返し14時15分に発車をいたします。この列車途中の新奈良市ので後から参ります。若潮6号の電車の通過待ちを行います。若潮6号ただいま始発駅の勝浦に到着をしております。蘇我駅4番線から各駅停車の東京駅発車をいたします。東京駅京葉1蘇我駅2番線には後の発車、特急さざ波に失礼いたしました、特急若潮6号が到着をいたします。
海浜幕張駅4番線各駅停車の東京行きです。この次の新習志野で後から参ります特急列車の通過待ちを行います。そば駅2番線から特急若潮6号が発車をいたします。次に40分前発車まで新習志野駅3番線後の発車各駅停車の東京行きが到着です。当駅でこの後4番線を通過いたします。特急若潮6号の通過待ちを行います。特急若潮号ただいま海浜幕張駅を通過いたします。新習志野駅4番線ご注意ください。特急若潮6号が通過をいたします。3番線新車の列車は各駅停車の東京行きです。若潮号通過の後信号が変わり次第発車をいたします。東京駅1番線からは16時ちょうど発特急若潮5号が間もなく発車をいたします。特急若潮5号ご利用くださいましてありがとうございます。ただいま葛西臨海公園付近を通過しております。そう下りに入っちゃった。特急若潮6号ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点東京に到着です。到着ホームは京葉地下1番線お出口は左側です。一番です。到着後車内の整備を行いまして折り返し特急さざ波5号18時30分発の列車になります。特急さざ波6号ご利用くださいましてありがとうございました。終点東京に到着です。折り返し18時30分発の列車となります。また東京駅17時35分発通勤快速葛西一宮鳴門行きまもなく発車をいたします。4番線から通勤快速発車をいたします。この通勤快速外房線に直通した後、大網で分割を行いますので、分割ができるような編成になっております。葛西一宮と鳴門駅に分かれます。この頃通勤快速はまだ新木場には停車いたしません。東京八丁堀の次は蘇我まで止まりませんでした。97年はまだ八丁堀にしか止まらなかった時代ですので、通勤快速今回のダイヤでは東京を出ると特急と同じように蘇我まで一切停車をいたしません。舞浜駅1番線ご注意ください。通勤快速の電車が通過をいたします。総武線だってそうだったもんね。船橋で東京駅ケリオ1番ホームから特急さざ波5号が発車をいたします。特急さざ波5号をご利用くださいましてありがとうございます。ただいま葛西臨海公園付近を走行しております。夕方の時間19時過ぎになりました。下り線今たくさんの列車が走っている時間帯です。東京方面に通勤お出かけに来ていたお客様を千葉方面お帰りのお客様が多数乗る時間ですので、
下り線の方、それが最も多くなる時間帯です。最近幕張駅1番線ご注意ください。通勤快速の電車が通過をいたします。長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく蘇我に到着をいたします。蘇我駅5番線通勤快速の電車が到着をいたします。この後外房線方面に参りますが、途中の大網で上総一ノ宮駅と鳴門行きに分かれます。内房線方面に参ります。蘇我駅を発車いたします列車、各駅停車東京行き上りの最終列車となります。本日蘇我駅を発車する上り方面、この列車が最終列車となります。東京行き最終列車、まもなく海浜幕張駅に到着をいたします。下り方面の最終列車は東京駅23時15分発新習志野駅の最終列車となります。ここまで大丈夫の時間30分を迎えました。徐々に停車の本数が少なくなってきて、車庫に車両が入ってくる時間になります。蘇我駅、本日上り方面の列車は全て終了しております。新習志野駅には東京行きの最終列車4番線に到着をいたします。新木場駅には新習志野駅が到着をいたします。東京駅1番線、特急若潮8号が到着です。この列車はこの東京駅で夜間退学となります。折り返しの列車にはなりません。4番線に停車中の列車が23時15分発新習志野駅最終列車となります。本日東京駅からの下り方面最終列車となります。お乗り遅れございませんようご注意ください。東京駅京葉地下4番ホームから新習志野駅下りの最終列車、まもなく発車をいたします。下りの最終列車は205系での運転です。東京駅4番線から下りの最終新習志野駅が発車をいたします。上りの最終列車はただいま葛西臨海公園までやってまいりました。京葉線は、通勤需要に特化した路線ですので、上りの最終列車よりも、下りの最終列車が、かなり遅くまで走っている路線です。新木場駅で上りと下りの最終列車がすれ違っています。下りの最終列車はこの後新習志野まで運転をいたします。上りの東京駅最終列車がまもなく京葉地下ホーム2番ホームに到着をいたします。この列車、翌日の、東京始発の列車として運転をいたしますので、本日はここで運転終了となります。下りの最終列車、葛西臨海公園駅に到着です。本日戻りの車両もございません。お乗り遅れございませんようご注意ください。舞浜駅1番線には最終の新習志野駅が到着をいたします。本日上り方面は全て終了しております。ただいま舞浜駅から発車する最終列車が新習志野駅に到着いたしますと、今回のダイヤ運転は全て終了となります。
く新習志野駅3番線には当駅止まり最後の列車が到着をいたします。本日当駅より先の列車ございませんので、到着しましたら改札口へお進みください。3番線当駅止まりの列車です。ご注意ください。新習志野駅に最終の新習志野止まりの列車が到着をいたしました。すべての列車がダイヤ通りに終着駅に到着をいたしました。これをもちまして10時30分からの回、明治大学鉄道研究会の第4点を終了いたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この後続けて11時より、今度は同じく明治大学鉄道研究会様のダイヤ、今度は土休日ベースになりますので停車駅が一部変更となります。通勤快速の列車も快速列車になりますので、一部停車駅が変更となりますが、このまま続けて11時に